2回目の方がたくさん残ってて、スイーツアップを実感してます。お腹は結構ボコつきが出やすいって言われたので、ミニバに通いました。本日はクリニックのスタッフさんにご協力していただきまして、脂肪注入補給2回目のダウンタイムの経過約1ヶ月目をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回の脂肪注入補給は二の腕とお腹周りの全ての脂肪を取って、それを胸に入れる脂肪注入補給だったと思うんですけども、1回目は足から取ってたので、一番辛かったのがトイレに行くこと、座る時もすごく痛くって動くのも大変だったんですけど、今回は上半身だったのでそういった辛さはなくって、ただ全体から取ってたので筋肉痛のような痛さはまだあります。1回目はそんなにサイズアップしないかなとか思ってたんですけど、やっぱり皮膚も伸びるようになったのか、1回目よりもすごくバストアップを感じていて、目標は G カップなんですけど近づけたかなと思ってます。2回目の今回の方がカチカチな感じがなくって、ダウンタイムはちょっと緩やかかなと思います。今回補給2回目ということで、はい、2回目なので1回目と比べてまずはどうだったのかっていうのを聞いていきたいと思います。脂肪注入補給ってやっぱり2回目の方がいろいろ変化あると思うんですよね。なのでまず1回目と比べて2回目、この1ヶ月前どうだったかちょっと教えてほしいんですけど、どうでしたかね。2回目の方がやっぱり硬さが柔らかくなるのも1回目よりは馴染むのも早かったのと、あとは1ヶ月経って脂肪が残ってる量がやっぱり2回目の方がたくさん残ってて、脂肪注入補給ってもともと痩せ型の方だとどうしても1回目で定着する限界があるんですよね。1回目である程度脂肪が定着したら、その周りにまた脂肪を入れることによってさらに定着率をアップすることができるんですね。それが2回やるメリットだと思いますし、脂肪注入補給でのバストアップをかなりしたい方っていうのは2回やるといいのかなと思いましたので、1回目と比べて2回目、これはいろんな人に聞いても2回目の方が1回目と比べてかなり定着が良かった、1ヶ月とか3ヶ月、こうやって長期的な期間を置いたとしても、しっかり残ってるっていう風になると思うので、こういうのも一つ参考にしてみていただければと思います。今、1ヶ月ぐらい経ったと思うんですけど、どうですかね、二の腕周りとお腹周り、上半身全体やったじゃないですか。はい。なんか1ヶ月で変化とか感じてますか？ 1 ヶ月ってやっぱダウンタイム中で、完全なる完成形ではないんですけども、1ヶ月経ったこの自分の感想を教えてほしいなと思うんですけど、どうですかね。はい、直後から結構圧迫毛脱いでから細くなってるのを実感したんですけど、やっぱりまだ内出血等が2週間ぐらいは出てたので隠すファッションをしてたんですけど、1ヶ月経つともう内出血とか傷も綺麗であまり目立たないので、ちょっとミニ丈のショーパンだったりノースリーブとか、あとは胸が大きくなったので体のラインが出る服を選んできてます。はい、いいですね。ありがとうございます。このお腹周りの部分ですね、結構1ヶ月目でもかなり効果を実感しやすい部分だと思いますので、完成形が3ヶ月半年ではなくて、まあ、1ヶ月ぐらいで、完成ではないんですけども、結構な確率で、完成に近いぐらいまで細くなる部分なのかなと思いますので、ダウンタイムの期間もそんなに長くなくて、ファッションまで楽しむことができると思いますので、一つ参考にしていただければと思います。そうですね、お腹の脂肪筋ってなるとやっぱりボコつきが気になる方多いと思うんですけども、どうですかね、お腹ってなんかマッサージしてるとか、なんか自分でアフターケアとかしたりしてます？私はもうすごく面倒くさがり屋なので、自分でマッサージはもうほとんどせずにミニバに通いました。過去に1回目の脂肪注入補給で太ももから脂肪を取っていると思うんですけど、その時はインディバとか通いました、はい、その時は通っていなくて、マッサージもあんまりしてなくて、綺麗に治ったんですけど、お腹は結構ボコつきが出やすいって言われたので、ちょっと心配だったので、インディバに通いました。はい、ありがとうございます。インディバっていうのは通っても通わなくても僕はどっちでもいいと思うんですけども、じゃあ通う方はそれはそれでいいと思うんですけど、大体どのくらいの頻度で1回あたりどのくらいなのかとか、もしあれば教えてほしいんですけど、どんな感じで通ってるんですかね。1週間に1回から2回ぐらい1ヶ月の間に通って、1回の時間は結構上半身しっかり脂肪検してもらったので90分ぐらい。あ、90分ぐらい、結構長いんですね。はい、で補強してるので胸が潰れないようにインディバの方も配慮して枕とか入れてくれるので、うつ伏せでしっかり後ろかけて仰向けになってお腹しっかりかけてっていうのでやってました。
代わりにやってくれるので自分は何もしなくていいっていう意味では楽ですかね。楽でした、はい、痛くないです。インディバは痛くないんですか？痛くないです。あったかくて気持ちいいので、うん、まあちょっと寝ちゃったりとか、はい、全然マッサージより楽でした。マッサージは僕はねしてもしなくてもどっちでもいいっていろんな動画で言ってると思うんですけども、マッサージをすることで最終的な仕上がりっていうのは変わんないと思うんですね。ただマッサージすることでそのほぐすっていう意味でダウンタイムの期間、この拘縮硬くなっている期間を早めることができると思うので、まあ、少しでもダウンタイムを短くしたいとかそういうふうに思っている方はインディバに行くっていうのも一つの選択肢だと思いますし、特にお腹周り、やっぱりお腹周りって結構ぼこつきやすいと思うんですよね。これはもうしょうがないことで、まあ、皮膚の厚みとかそういったことが原因になってくるんですけども、自分でマッサージするの結構大変だと思うんですよ。そういった方はインディバっていうのを借りる、自分にちょっとできないっていうか自分だとこうやってマッサージするの大変とかそういうふうに思っている方は、まあ、インディバの方に任せて少しでもその自分の負担を減らす、そういうのもありなのかなと思いますので、こういった意見っていうのも一つ参考にしていただければと思います。今回はクリニックのスタッフさんにご協力していただきまして、5名の脂肪注入の方法を約2回目のダウンタイムの経過約1ヶ月目をご紹介しました。また今後の経過3ヶ月目とか半年目、本当に定着率が2回目することによって良くなったかとかもまた別の動画でご紹介できればと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。この動画が少しでも参考になったなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンを押してお願いいたします。もし何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。